はい、どうも皆さんこんにちは、テツティです。繋がってるかな、ライブは、はい、行きましたね、だんだん増えてきて、今12万人ぐらい見れてるって感じかな。もう少し来たら、本題に入りたいなと思いますんで、どんどんやっていきたいと思います。まあ、切り抜きの方もね、チャンネル登録して、その後公式の方にね、入れてもらえば月額4万9000円でやってるんで、オンラインサロンの方も月額42万円でやってるんで、もしあれ出したら、FX の手法、ビットコイン 100% 勝てる、貯金が100万円が1億円になりました。まあ、そういう方もね、タダで配るし、手法ロジックの方をね、皆さんにお伝えできればなと思って、このチャンネル全員が見てる人がお金持ちになって、全員がドバイに引っ越して、でみんなでそこの団地を作ってさ、そこのもうドバイに日本人のねジャパンタウンみたいなの作って、そこで本当にもうテツティヒルズみたいなの作ってね、そこでみんなで生活できればなと思ってこのチャンネルをね開設しました。まあ今のところは4人ぐらいがね行っていただいて、もう3日で4人ぐらいなんで、結構もう皆さんドバイの方に引っ越し手続きをねしていただいてきているので、もうすごい人気のチャンネルにもなってきたし、そういったね形でみんながこうライフスタイルを充実させてね、幸福度の上がるチャンネルにしていければなと思って発信をしております。まあ時にはね、ほんまに許しちゃいけねえ芸能界目指してる奴らや、 YouTuber 目指してたけど断念した奴ら、スポーツ選手になれなかった奴ら、一般人なんだけど生きがっちゃってる奴らを本当に俺はぶったたっけんな。まあそこは本当に生かしてもらうけん、まあちょっとスタイル変わったけども、俺は本当に許せねえのよ。女の子を大事にしなきゃあかんて、俺はもう何も失うもんないからなっていうスタイルもあるし、だからいろいろまあすごい反響もあってね、189万人行かせてもらいました。ありがとうございます。まあ皆さんがね、 Google のやっぱり、アカウントをね一人25個ずつ作っていただいて、でやっていただいてるんで、結構やっぱ伸びのペースが早いですよね。だからもう YouTube すらマウントを取りに行くんだよ。マウントを取って上からフルボッコにしてって、カニ食べに行こうってやるんですよ。まあ僕は歌が上手いので、今すごいもうもしかしたら歌の方でバンされる可能性もあるんだけど、俺はわしはもう失うもんないっけんな、本当に何でもやるけんぶちかますから、本当に芸能界だろうと天下一武道会だろうと、もう何でもかんでもやるから俺は。で今日はまず紹介したいのは、ここにもう、ボトックスを打ち込んできました。で歯も真っ白にして、でもうおでこのシワも全部ボトックス、45発打ってきました。で髪の毛も今これは僕ストレートのサラサラなんですけど、パーマかけてきましたね。で顔面の方も美容整形の方はいろいろやっております。総額4200万ぐらいかけてますね。でそのために、ランボルギーニのカウンタックを持ってたんですけど売ったし、でまた買えばいいから、それはそういった手法も、概要欄の方に載ってるんで、ビットコインを僕の方の口座からやって、本当にバンされちゃうよこんなことやってたら、私は189人じゃされない本当のことを言うなって。でも違うね、189万人のお前らが見てくれてるからこそ生放送でね、こうやってアカペラで台本なしでやってるんだ。これが格安系 YouTuber の意地なのよね。だから後ろにセックスピストルズのねレコードも置いてあるでしょね。だからパンクで行かなきゃいけない。だから YouTube で人気ある人たち、それは大したもんだよ。だから芸能人で大したもんだよ、みんな人気あって。それで YouTube 始めて、昨日始めていきなり人数ボカーンってなった人たちいるよ。そうじゃねえんだから、やるしかねえのよ、ピストルで、セックスピストルズで行くしかねえのよ。ってことでね、ウィークリーマンションの方からお送りしてるんですけども、本当はね、でもそうやって見せかけた方がいいじゃん。西麻布の方に僕は住んでるんだけど、底辺の YouTuber としてやってるっていう感じにした方がいいの。プロデューサーも照明さんも全部音声さんもいるけども、映さないでやってんのよ。何を喋ってっか分かんなくなってきたんだけども、こんなカスがいるってことを知ってほしい。ってことで4分5分経ったんで、今回はこういった話をちょっとね、状況確認ってことでしてきたんでね、恋愛相談、恒例の恋愛相談で、締めくくりたいと思います。はい、今回は2通来てるんで、それをお読みになって、終わる形にしていきたいと思います。行きましょう。はい、最初のお便りさんは、はい、ディズニーランドででっかい部屋をしちゃいました。おならをしちゃったってことですね、ディズニーランドで。あ、まあそれは構わないですよね、別にね。でっかい部屋、よりでっかい部屋をねしてね、一回ジャンプ力がアップしちゃったりなんかしちゃったりしてね。ディズニーランドで大きいおならをしちゃったさんからの、お便りです。悩み、恋の悩み相談です。名前の通りディズニーランドが大好きです。おならをしちゃったんですが、彼女の前でおならをしちゃいました。彼女じゃない、まだ付き合う前の彼女
候補のこの前ででっかいおならをビッグサンダーマウンテンの並んでる最中にしちゃいました。で、彼女が気づかず、なんか臭くないっていう方な発言をしてきました。で、僕はそれを焦ってしまい、汗が大量に出てきてしまいました。彼女に気づかれたんじゃないかなと思い、その後ディズニーランド以降、会えてません。もしかしたら嫌われたのかなと思ってます。再起可能でしょうかってことですね。はい、再起は、不可能ですっていうのが普通なの。だけど違う。いけんのよ、お前は。いける。だってそれは、あなたが日頃クールにしてる分、ぶちかませてないから、へごときで汗出ちゃうし、嫌われたんじゃないかなと思うわけよ。だから、彼女だって好きなんだから、ディズニーランドに行ったんでしょ？だから、もう一度一回普通に誘ってみてください。で、ところどころで、へあるでしょ？ひらがなのへを、LINE するときも、へーそうなんだっていうときとかあるじゃん。なんかそう言われたとき。そのときも、漢字のおならのへでいきましょう。あ、そうなんだ、そこ美味しいんだ、そのご飯屋さん。へー、へー、おならね。へー、今度行ってみたいなとかね。何々ちゃんへのへも、何々ちゃんへにしたりとか。うん。今最近 YouTuber でさ、ヘズマリー面白いねのヘが変になってたりとか、なんかそういうもうところどこでヘを出してって緩和していきましょうよ。そうすることにより言葉にレバレッジが効かされて、ヘバレッジが効かされて、大丈夫になってきます。彼女の方も。はい、そんな感じで、うん。平和に行ければいいなと思います。うん。だから大丈夫よ。へごときじゃお前は振られないよ。振られたんだったら、もう一回ディズニーランドに行って、一人で行ってね。今度ビッグサンダーマウンテンじゃなくて、スプラッシュマウンテンで大きなへを越えて行きましょう。はい。次の質問ですね。お便りのペンネーム、もう7分経っちゃいましたね。あと3分しか僕はない。ウルトラマンですからね。スーパーチャット、スーパーチャーで、ひろゆきさんに1000円で質問しようと思いましたが、間違ってボタンを押して10万円しちゃったさんです。はい、結構やった。ゼロ二つ間違っちゃったんだもんな、それは。それは結構やるよ。モンクレー買えるんだもんなって、それは。バーバリーのトレーナーとか買えるし、シャネルだったらピアスぐらい買えるわけじゃん。だから、ダメなのよ。1000円のスーパーチャットを10万円にしちゃダメなの。で、僕のところ、今スーパーチャット皆さん来てますけど、もう100円とかじゃ受け付けてないから、10万円から受け付けてんの。で、10万円入れたとするじゃん、僕に、スーパーチャット。したらもうビザと JCB と組んでるから、実際は100万円。なんのよ。捕まっちゃうのよ、それは。だから、ダメなの。だから、こうやって格安 YouTuber でやってる。もう格安 SIM とか流行ってるから、次は格安 YouTuber が流行るから。うん。ってことで、そんな方からの質問です。うん。彼女が、15人います。お、すごい !15 人。僕は20人いますね。はい。15人います。15人と、毎日、夜の行いをしてるんですが、どうしたら、うまくローテーションを組めるでしょうか、タイムテーブルを組めるでしょうか、体のスタミナの件も結構きつくなってきたんで、どういった風に解決していければよろしいですかっていうね、ちょっと贅沢な質問なんですけども、それはレッドブルって知ってる？ね、翼を授けるじゃないですけど、レッドブルあるじゃん。あれを一人一本なんだよ。大体みんな飲むとして。一日二本とか飲んじゃうやつもいるんだけど、40本飲んでこう。うん、そう。だからそうすると体が本当に翼生えるのよ。それは。生えるから。飛べるよ。I can fly。 横須賀で I can fly ね、できるの。でもそんなことやってると本当に飲んで死んだやつっているから僕はおすすめはしてないです。推奨してない。だからレッドブル40本とか飲むと本当に爆裂になるから、息子が親よりでかくなるからね。本当にどしもれたクソやつ、クソ格安 YouTuber です、私は。うん。だそうすることにより15人だろうが50人だろうがぶちかませるようになってくるから、うん、だから大丈夫よ。うん。じゃあレッドブルをまずはAmazon で僕のね、下の概要欄の方から飛んでアフリエイト経由させて5箱買おうね。そうすると60本来るから、うん、それでいけば大丈夫。でタイムテーブルに関しては自分に似てるドッペルゲンガーっていうのが世の中にいるから探して、そいつらを日雇いで雇う。でそうするとそいつら人材派遣の方は僕の方の概要欄の方からアフリエイト飛べるんで、それでやってくれば構わないんで、それで自分に似たやつとやらして、そいつら命令させて日雇いで活かしてください。でそうすればもう40人だろう50人だろうがセフレーがもう全部解決できると思いますね。うん。今日はね、土地狂っちゃいましたね、私は。うん。そんな感じで毎日プータロー生活を送ってる、セツリーです。今後もね、ほんとね、芸能人じゃないからって一般人、お前らな、路上でタバコ吸ってるやつ、あと、飛行機に乗って、酒がタダだと思って、やたら飲むやつ、やめろよ。迷惑だと思ってっから、周りのやつは。CA さんも、あの子可愛いなって言いながら、お前酒、ワイン、もう一杯くれて、もう一杯くれて。お前じゃ無理なのよ。ね。そんな感じで僕はタイに行くとき昔、ワインをボロカスに飲んだらもうこれ以上与えられませんって怒られました。はい。ってことで11分経っちゃいましたね。カットしながらで、うまくやりたいと思います。189万人の皆様、さらに Google アカウントをつけて僕のチャンネルをワッショイ、ワッショイしていきましょう。ってことで CM の明けでもう一本撮りたいと思います。また明日、テレテレ、テレ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